はい。GDY のハットリです。よろしくお願いします。今日はね、ワイングラスについてお話しますね。あの、ワイングラス、有名なリーデル社でしょうかね、やはりですね、さまざまなタイプの、ね、グラスを提供しているようにですね、グラスを変えることでワインの味とかね、香りが変わるのはね、もう間違いないことですね。特にね、リーデル社のですね、ソムレーシリーズというねあ、ものがあるんですけれども、とってもね、薄くて、口当たりもよくってですね、本当に芸術品のようなね、グラスですけれども、 やはり薄いグラスね割れやすいですよね。服くだけでもですね油断するとね割れてしまうので高いグラス普段使いではね使えないのでやはり家飲みとしてのね第一条件普段飲みの第一条件としては丈夫で割れにくいだと思うんですよね。二つ目にですね種類ですねよくねボルドー用とかねブルゴーニュ用とかねあります。例えばあのリーデル社なんかねヴィンテージシャンパンとかシャンパンとか モンラッシュ用とか白ワインとかもたくさんあって混乱しちゃいますよね。なので、普通の方はだいたい家に置くグラスは2種類かなと思います。ちょっとね、丸ポッチしたんですけども、はい、まずね、フルートグラス。これ乾杯用ですね。シャンパンとかで利用しますね。これやっぱね、雰囲気がいいので、あれ持っておきたいですね。ただ、あの実はですね、シャンパン地方とかでフルートグラスね、実はあまり使わないんですよ。やはりシャンパンの香りとかをね、 楽しむには普通のグラスにね、えー、シャンパンを入れて飲むっていうことが多いですけど、まあ、とにかくまあ乾杯用としてはね、このグラスはなんか欲しいですよね。で、2つ目はですね、この真ん中の左にありますように、白と赤の兼用のグラス。こちらよりかは、私はこちらよりかはね、こちらは好きなんですよね。えつまり、えっと、こういった楕円形がこう伸びてるわけではなくって、こう、ステムの部分ですね、持つ部分からこう、 広がって、ですね、そのままこう垂直にいくような、まあ、これも近いですけど、えー、そんな形でカクカクしたようなね、えー、グラスですね。えー、実はね、このタイプは、お私のイタリアのね、友達もね、使っていて、赤、白、スパークリング、全部ね、このグラス使ってたりするので、私もね、いいなと思って使っていますね。最後ね、やはりですね、手軽な値段ですね。 頑丈なワイングラスでも形でも何でもいいんですけどもやはりねあんまり高いとですね、割れてしまうのでどうしてもですねえ普段使いでは23税がいいかなというのは思いますねで私がですね使っているグラス、まあ、参考までですけどもドイツにね本社を置く。 ツビーゼル社というのがあります。で、これですね、市場シェアもナンバーワンだと思うんですけれども、とにかく、ね、使いやすくて強度がすごいですね。食洗機を割れることはありません。このえツビーゼル社の、ね、フィレスシリーズ、ぜひね、これね、調べてみてください。値段もお手頃ですし、形もね、すごくかっこいいので、試してみてください。はい、他にもね、こういったあ動画がありますので、チェックしてください。失礼いたします。